Oh,
人は出したからさ。たまたま持ってる人ね。Let's go.
アーリーワンウィーク、クリスマスということで、あのクリスマスイベントと題したイベントになりまして、ね、あの本当にあのお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、あの1週間ちょっと早すぎるしっていうので、出演者サイドもあのサンタになったりならなかったりみたいな、ちょっとあの微妙な感じだったんですけど、まあなんなかったの西村優くんだけなんですけど、本当にいやでも優くんの中で、あの彼の中ではやっぱりサンタクロースだって言ってました。僕は赤い生地と白い生地があるからっていう、あのすごくざっくりしたことを言ってくれてて、でもなんかね、優くんさっきあの僕の前にライブやってたんですけど、あの MC 聞いてて本当にね、すごくいい人なんですよ。純粋で、もう遅刻したら遅刻しましたってすぐ、もう寝坊しましたとかすぐ LINE 送ってくれたり、ケンサクさんあれすげえっすとか、僕こういうところ真似したいっすとか、なんかねすごいそういうこと言う人なんですよ。僕は僕でユウくんのこと尊敬するところいっぱいあるのに、すごく立ててくれる人 で、 さっきユウくんのライブね、 MC 終わって、ライブ終わって帰ってきたら、MC の7割検察さんの話しちゃってましたとか言ってたんで、僕もちょっとユウくんの話できたらなと思うんですけども、そんくらいユウくんの純粋でいい子で、でさっき今こう出る前に楽屋でも、多分僕が次ライブだから、あのユウくん俺のことを盛り上げようとしてくれたんでしょうね。なんか、いや検察さん僕すげえちっちゃい頃からテレビ見てましたすげえ見てました、いいと思う、すげえっすよね、ロンドンハーツとかすげえっすよねあと僕一番やっぱり健作さんがガーって世間に知らしめたのは、あのスキーの CM だと思いますって言われたんですよ。それ多分加藤晴彦と間違えてるんだよ言ってあげてほしいな俺スキーの CM 出てねえから俺はさ、もうそうだよね、ありがとうなんですよ、まああれきっかけで、まあ結構やっぱ変わったよねみたいなこと言いながら今出てきたんですけれども何言ってんだこいつと思いながら僕ずっと楽屋で聞いてたんですけれども、なんかね、すごくあのすごく純粋でまっすぐなんだけれども、なんかちょっと残念なんだよね、サンタクロースの部分も含めて、そのセーターやんって感じだしね、あのもうね寝坊しちゃうし、ね、そもそも名前が西村、あれ右って書いてユウくんって言うんですよ、西村右って書いて、名前もなんか惜しいでしょ西はお前左なのに名前右っつっちゃってる上村下っつってるようなもんですよ。なんかね、もうあのちょっとね、そういう惜しい男なんですけれども、でもすごく情熱的で、今回あの以前僕浜松でね何度かライブやらせていただいてたんで、あのゆうくんがぜひぜひあの浜松でもやってみたいということで今回呼んで、あの本当にあの素敵な時間を作ってくれたのでね、まあ、この後自分以降も素敵なアーティストがいっぱい続くのでね、あの最後まで盛り上がってほしいんですけれども、あの僕も曲次で最後です。いや早ない、早いんですよ、早いです、まあ早いんだ、だからちょっと次の曲はあのちょっとね、あのダンスなんかをやれたらなとは思っていて俺が僕がダンスなんかをやれたらなと思ってるんですけれども、なんかあのその場に座れたりってします？多分そうそう、みんなねこうほら背線低いじゃん、だからみんなほら立ってると多分後ろに300人ぐらい人がいるので、僕全然そんなにね、こんなもんかこんなもんですね。ちょっと次の曲、自分はもともとさっきあのユウくんが青年隊って言ってくれたんですけれども、ダンスでこの世界に入ったりもしてるので、ちょっとねダンスな曲なんで、見てもらえたらありがたいという曲です。聴いてください、カレード。
後の曲で最後って言ったんですけども、みんな座ったまま最後は迎えられないなってやってて思いました。深刻に。もう一個だけ曲やって終わりにしていいですか。今汗だるだるに。僕のところから見て誰一人汗をかいてない。何しに来とんねん。ねえ、汗かきに来てるわけでしょ。そうだよね。そうですよね。そうですよね。全然お兄さんたちも汗かいてないですよ。間違いない。全然光ってないっすよ。全然光りも見えないっすから。なのでね、とりあえず一旦立ってもらっていいですかね。で、ちょっと次簡単な、もう誰でもできるような振り付け、日本を代表する振り付け、おたげっていう、そのみんなわかりますかね。おたげわかるかな。こうやってね、こうやっておたげちょっとできわかんないっていう人います。いないね。やっぱ浜松のおたげはこうとかないですよ。日本みんなこうですからね。いない。次の曲、ぜひぜひそのね、おたげがメインになってる曲です。これぜひ、ざわわしてきたんですけど、大丈夫でしょうかね。ちょっと俺本当にね、これでちょっとね、もうこの後、中物販始まって前半終わっちゃうから、一旦ポップスクラブ一つになろう。一旦おたげで一つになろう。いけますよね。いけますよね。言ってくれるかな。いいかも。言ったね。わかりました。あのね、おたげこうですけれども、これすごく本当に紳士的なスポーツです、おたげね。なので、いきなりこう突っ立ったままね、アホみたいな顔してこんなんだって始まったんだよ。でもダメです。おたげっていうのはね、こうやってスタンバイするもんなんですよ。知らないでしょ、これ秋葉原事故みたいなんですけども、こうスタンバイして、で、このステージ上のね、ボーカリストが行くぞって言ったら、こっからこう行くわけですよね。なるほど。汗かきましょうよ。クリスマスですよね。じゃあこの曲が終わった後も皆さんの汗を確認して、僕とっとと帰りますから。今ね、センター最前に来てくれて首をかしげた少年、いいですよ。おたげをやる人としてはですね、このジャージいいですね。この水色ね、3本線のこのジャージっていうのは、これ一番適してますからね。秋葉の匂いしますよ。あ、いいですね。あ、いいですね。ね、フォワード、ミッド、ね、いろいろこうポジションできましたね。さあ、紳士的なスポーツです。それでは、おたげを打ちながら愛を語らせていただきます。けど岸田ラスト。皆さんね、僕 MC してるのに、ずっとセンターの子はもうずっとこうですね。号令かかるなら開けない気ですから、これぐらいでいきましょう。聞いてください。ラブを描いて。さあ、静粛にですよ。まだエネルギーを貯めてみますぞ。さあ、いきますよ。I'm not afraid to be alone.
先日39歳を迎えた岸田健太でした。ありがとうございます。